トン。どうも、チャウピーチャンネル南京畑店の中岡です。そしてこちら新型アクアです。乗ってください。というわけで早速見ていきますか。かわいい、スタイリッシュでいいですね。コンパクトで乗りやすそうだし、なんだかワクワクしますね。早速中見てみてもいいですか。中もかっこいいし、なんだかしっかりした作りですね。ディスプレイも大きくて見やすい。すごく座り心地がいいけど、後ろはどうですか。2メートルの僕が乗っても大丈夫。広いわ。運転席は気に入りました。でも後ろも良さそうだったから私も乗ってみようと。本当に広いかな。さあどうでしょう。私のこの顔で判断してください。試乗行きます。レッツゴー。よっしゃ、行こう行こう。視界が広くて運転しやすいかも。乗り心地もいいし、横もめっちゃ楽やで、静かやし、運転するの楽しい。ただいま。おかえり。苦手な駐車できるかな。私にはこのボタンがあります。出た、アドバンストパーク。説明しよう。アドバンストパークとは、駐車したいスペースの横に停車後、アドバンストパークスイッチを押して駐車位置を確認。その後開始スイッチを押すと、カメラとソナーによって周囲を監視しながらステアリング、シフト、アクセル、ブレーキ操作を制御し、駐車操作をアシストして駐車を完了させます。要するにスイッチを押すだけで駐車してくれるということ。すごいでしょ、私のアクア。私の？もう買ったことになってる。そういえばさっき後ろ乗った時気になってたんですけど、これ何ですか？コンセントです。これをこうやって挿すと、万が一の停電の際には外部で電気を使うことができますので、このように温かい飲み物も飲めます。おお、すごい。新型アクア、とってもいい車でしたね。そうですね、欲しくなってましたもんね。欲しくなっちゃいました。はい、というわけでこの続きは奈良豊ペット南京畑店で。このように広いショールームや楽しいキッズコーナーもございます。合わせて様々な展示もしており、ゆったりとお過ごしいただけると思いますので、ご家族皆様でぜひ遊びにいらしてください。ご来店お待ちしております。